それではまず女子シングルの演技からご覧いただきましょう。アメリカ、リサ・エルヴィン登場です。去年は2位でした。今年はオリジナルプログラムここまで1位で通過しているということで、優勝を狙える位置にあります。まだ14歳なんですね。そうなんですよね。ところがね、香川さんもアメリカはこういう選手がたくさんいましてね、まあここへ出てくるまでが大変な競争を経て出てくるんですけれども、特にこの選手はもう小さい時から注目されてまして、はい、私たちの時代の世界チャンピオン の、 キャロル・ハイスという人がコーチしてるんですよ。はい、去年に比べるとこう体のラインがこうふっくらと女らしくなった感じですね。特に女子の選手の場合はこういう年齢、思春期にかけてですね、はい、非常に体型なんかも変わりますでしょ、はい、だからフィギュア選手にとっては非常に難しい時期ではあるんですよね。なるほど。少女から大人の女性への変遷期。そうですね、ということですね。ですから当然その体重のことなんかもね、気にしなきゃなんないわけなんですよ。辛いとこですね、女性としては。1977年生まれのリサ・エルヴィンです。まだ14歳とはいえ、この優雅な身のこなしをご覧ください。派手さはないんですが、とてもこう無難な形でまとめ上げているという気がするんですが。そうですね、こういうアラベスクとか、スローパートなんかは非常に丁寧に滑ってると思います。はい、14歳ですから、もっとこうピチピチというか元気があってもいいなという気持ちですが。そうですね、もう少し、それは言えますね。今の3回転のループなんですけど、ちょっと着地がね、はい、惜しいでしたね。あれはこらえると転ぶじゃ大違いなんでしょうね。やはりもう転んじゃいますと、もうそれは全然認められませんから、やったっていううちにカウントしませんので、やはりこらえた方がいいですけれども。なるほど。赤と黒の大胆なカットの情熱的な衣装です。場内から拍手も湧いています。今のも当然3回転のつもりがダブルになったんでしょうけど、やはりオリジナルで1位ですからね、非常に優勝をこう意識しすぎてたんじゃないでしょうかね。もう無難にやっていこうというのが出てきてますか。さあエンディングです。後半に疲れが出てきてるっていうんですか、少しスピードが落ちてますね。さあなんとかラストは綺麗にまとめたい。最後はスピンです。アメリカ、リサ・エルヴィンの演技をご覧いただきました。国旗も振られてますね。ちょっとミスがねありましたね。やっぱり優勝かなと思うと硬くなってしまうんでしょうかね。そうですね、意識するんですね。はい、さて間もなく得点をご覧いただきますが、上段の青い部分がテクニカルメリット、そして下赤い方がアーティスティックインプレッションです。テクニカルメリットの方は要するに技術点で、はい、演技の難しさ、そして正確さとか、そういう面を見ます。はい、そしてアーティスティックの方